地下水マネジメントの取り組みを始めるにあたり地域の地下水の実態について関係者がが認識を共有すすることが重要ですこの映像は地下水の実態把握について地下水の基本的な捉え方参考となる既存情報目的に応じた観測方法などを紹介しています。 地下水は文字通り地下に存在するため目に見えずどのように流れているのかわかりにくいものです。このため地下を縦に切った断面図で地下水がどのように存在しているのかを紹介します。図で加圧層と呼ばれる水を通しにくい南東水層の上側と下側の 青く塗りつぶされたところに地下水は存在し流動しています。水を通しやすく地下水が流動している地層は耐水層と呼ばれ加圧層より浅い上側にあり水面に大気圧がかかっている地層を負圧耐水層その中にある地下水を負圧地下水と呼びます。また 下圧層より深い下側にあり、下圧層などからの圧力がかかっている地層を、非圧帯水層。その中にある地下水を、非圧地下水と呼びます。図の右側は、雨水などが地中に浸透して、地下水となる浸透、寛容をしている地域です。この干容域では地下水が高く、その高い水圧が、 飛圧耐水層を伝って地表面の低い地域まで伝わった場合、井戸から水が噴き出す地粉を生じる場合があります。これは飛圧地下水透明と記載している飛圧地下水の水圧の高さが地盤高よりも高くなるために起こる現象です。地下水の実態把握は 段階的に進める必要があります。まずは概要把握として、地域の地下水に関する文献や様々な調査資料などを収集し、どのあたりで地下水が関与されて、どのあたりで流出しているのか、流れの全体像をつかみます。その上で、地下水位の一斉調査を行い、地下水位の分布や流れの方向などを 面的に把握しますさらに既存データが存在しなかった地区や要注意とされている地区などに観測移動を増設していくことにより徐々に時間的空間的なデータの充実を図りますある程度観測データが充実した段階ではシミュレーションにより地下水の面的な動きを推定し見える化することにより 効果的な取り組み計画を検討できる場合があります。地下水マネジメントの手順書には、検討段階ごとに一般的な調査項目や項目ごとに参考となる資料、また資料から得られる情報などについて記載しています。収集した資料から、 地下水の流れのイメージをつかむ際に、地形的な特徴がヒントとなる場合があります。例えば盆地の場合、地下水も一般的には標高の高いところから低いところへ向けて流れるため、周辺の山で雨水が地中に浸透し、耐水層の中を流動して盆地の中央に集まってくることが想定されます。ただし、 耐水槽には浅い耐水槽もあれば深い耐水槽もあります。洗状地の地下水は大まかな流れとしては、扇長と呼ばれる最も標高の高い箇所から海岸へ向けて流動します。流動する地下水のうち浅い地下水は河川水と連動している場合があり、地下水が河川に流れ込んで、 地表水になったり、逆に河川水が地中に浸透して地下水になるなど、同じ水でも存在する場所が移り変わりながら海岸に至る場合があります。地中の深さ方向に透水性の高い耐水層が複数存在しているような地域では、浅い地下水を汲み上げている井戸、深い地下水を汲み上げている井戸、また、 両方とも組み上げている井戸などがあり、取水している耐水層が異なる場合があります。取水対象としている耐水層や深さなども確認しておくことが重要です。地域の地下水や地形、地質について、さまざまな書籍、地図などが公表されていますが、これらの多くは、 広域の概要情報が多く、特定の地域の詳細なデータまで示されているものは多くありません。ここでは詳細な地域情報を得られるデータベースの一つである国土地盤情報データベースを紹介します。このデータベースには公共工事をした際の土質試験結果などが収録されています。 マップ上の赤丸をクリックすると登録された中上図が表示されて地質構成を確認できます。例えばオレンジで表示されているのは透水性の大きな歴層です。厚みが10メートル程度もあるためある程度面的な広がりを持って分布している耐水層であると推定されます。耐水層の存在を確認して次に 地下水位の観測を始める際に、地域の既存移動を活用しようとした場合、観測に適した井戸と適さない井戸があります。例えば、観測したい耐水層のみから取水している井戸であれば、対象とする耐水層の地下水位を観測できます。一方、複数の耐水層から取水している井戸の場合は、井戸の中の水が 両方の耐水槽の地下水位と繋がっているため、その水位はそれぞれの耐水槽の地下水位が合わさったものとなります。このため、このような井戸では一般的にはいずれの耐水槽の地下水位も測ることができません。